ボトル背面に貼られる原産地故障ラベルラマンチャは、スペイン中央部のカスティーリアラマンチャ州に所在するワイン産地。スペインワインの原産地故障制度であるデノミナシオンで、オリフェンでは原産地故障に指定されている。182自治体からなり、12自治体はアルバセテ県、58自治体はシウダレアル県、66自治体はクエンカ県、 46自治体はトレド県にある。2010年時点のブドウ栽培面積は168,119ヘクタールであり、世界最大級のブドウ産地である。原産地故障資格のある畑は、産地全体の半分以下ではあるものの、オーストラリアのブドウ畑の総面積よりも広い。1966年に設立されたラマンチャ原産地故障統制委員会には、 2010年時点で17,638のブドウ生産者、276件のワイナリーが登録されている。ラマンチャ原産地故障統制委員会の本部は、シウダレアル県、アルカサルデッサンフ不安に置かれている。ラマンチャは安価なバルクワインの産地として知られるが、近年では、ボトルワインの生産でも知られるようになり、長期熟成されたワインを他産地よりも低価格で、 供給している。2007から8年の総生産量は6、725万2、000リットルであり、うちスペイン国内出荷量が2、353万2、000リットル、国外出荷量が4372万リットルである。種類別生産量は、赤ワインが3、847万7、000リットル、白ワインが2026万リットル、 ロゼワインが751万4000リットル、スパークリングワインが101万リットルである。主要な輸出国はドイツ、フランス、イギリス、オランダである。スペイン中央部に広がる高原、標高約600メートルのメセタ上に広がる。メセタの周囲にある山脈が地中海や大西洋からの湿った風を遮るため、メセタは年間を通じて乾燥している。ラマンチャは、 大陸性気候であり、昼間には摂取45度に達することもある。長く暑い夏季と夜間には摂取マイナス15度に達することもある寒い冬季を特徴としている。年光水量は300から400ミリメートルと国内のワイン産地の中でも少ないが、年日照時間は約3000時間と多い。イベリア半島にある広大な大地、メセタ城にあるラマンチャ地方は、 起伏が少ない。土壌は産地を通じて均室であり、赤茶色の砂礫室、粘土室である。有機室に乏しく、石灰室や長期室に富んでいる。石灰層が一般的であり、ブドウの根は石灰層を越えて、さらに地中深くに達する。ラマンチャでは、北部よりも南部の標高が高い傾向にあり、北部にあるアランフェスの標高は約480メートルだが、 南部の標高は約700メートルである。シウダレアルのブドウ畑ケラマンチャのワインラマンチャ地方にブドウがもたらされたのは、帝政ローマがイベリア半島を支配した頃であるとされている。この地域のブドウ栽培に関する初の言及は12世紀に遡る。この地域では歴史的に家畜の放牧と穀物の栽培が卓越していたため、18世紀半ばのブドウ栽培面積は、 農地面積全体の約8%に過ぎなかった。また、スペイン国外への輸出に不利な内陸部に位置するため、主に地元で消費されるテーブルワインを生産していた。ラマンチャ地方では、伝統的にティナハと呼ばれる土器の大瓶が、ワインの熟成や貯蔵に使用された。19世紀後半にはスペインに鉄道がもたらされ、ラマンチャ地方には、比較的早くにマドリードと結ばれる、 鉄道路線が開通した。1860年代には、首都マドリードやビスケー湾沿岸のバスク地方の市場に進出し、1870年代以降にはフランスへの輸出も行われるようになった。19世紀後半には、ヨーロッパ全体をフィロキセラの流行が襲い、19世紀末から20世紀初頭には、スペインのワイン産地にもフィロキセラが到来したが、 乾燥した気候や、砂力出土壌が、フィロキセラの活動を阻み、ラマンチャ地方は、ブドウ畑の破壊を免れた。ラマンチャ地方ではこの時代にブドウ畑が拡大し、1880年代半ばには、スペイン最大のブドウ産地となった。病害中への抵抗力が強く、厳しい気候条件に対応し、何より、収量の多いアイレ連種の植え付けが進んだ。リオハでは、 工業生産型ワイナリーがシェリーを生産するヘレスデラ・フロンテーラーでは国外への輸出業者が商業的ワイン生産の牽引者となったが1950年代のラマンチャ地方ではワイナリーを有する共同組合が数多く設立され共同組合が商業的ワイン生産を主導した共同組合はもっぱらブレンド用の原酒やテーブルワインを生産し アイレンシを中心とする白のテーブルワインが、その単位でスペイン各地に出荷された。今日の共同組合の多くは1000万リットルを超える生産能力を持つ大規模ワイナリーを持つ。フランコ体制下のスペインでは、農業の保護政策が行われ、生産されたワインの余剰分は国家によって買い取られた。1932年には、ワイン検証によって原産地故障制度である。 デノミナシオンでオリヘンが法制化され、リオハやヘレスと共にラマンチャも原産地故障産地に認可されたが、実態としてラマンチャ原産地故障統制委員会が設立されたのは1966年である。1970年代になるとワイン市場が高級化を施行し、凡庸なワインしか生産できないアイレン種のワインの大量生産が行き詰まりを見せた。 1986年にはスペインが欧州諸共同体に加盟し、EC は各国のブドウ作付け面積を制限する農業政策を取ったため、ラマンチャ地方ではビウラダネやシャルドネシュなど評価の高い白ブドウへの転換が図られた。さらには黒ブドウのセンシベルシュへの会食が奨励され、赤ワインの生産量が増加した。現代的なステンレス製醸造タンクが導入され、 土器のティナハに代わって、オークソンによる熟成が一般化した。ラマンチャ原産地故障統制委員会は、以下の品種を認可している。栽培面積の約80%は、収量の多さが特徴の白ブドウ品種、アイレン種であるが、近年では、カベルネソービニオン種やメルロー種など黒の国際品種の栽培面積が増加している。ラマンチャ原産地故障統制委員会は、 ヴィンテージチャートを発表している。ありがとうございます。